プロトゥールズには3つの編集ツールがあります。トリムツール、セレクタツール、グラバーツールです。編集ウィンドウのツールバージョンのアイコンをクリックするか、キーボードの F6,F7,F8 を使用して選択します。トリムツールを使用すると、クリップを短くしたり長くしたりできます。セレクタツールを使用すると、タイムライン上の任意の場所を選択できます。 選択範囲は再生選択範囲または編集に使用できます。クリックを一度するとカーソルがタイムラインに配置されます。クリックしてドラッグすると選択範囲が作成され、クリップをダブルクリックするとクリップ全体が選択されます。グラバーツールはタイムライン内でクリップを動かすために使用されます。Mac では Option、Windows では Alt を押しながらクリップを移動するとコピーが作成されます。 シフトを押しながらクリップをクリックすると複数のクリップを同時に選択できます。